とノズルです。はい、ということで今日もクラッシュロイヤルお送りしていきたいと思います。さあ、ということで今日はですね、ちょっと珍しいゲストに来ていただいております。こちらの方です。どうも、タイトです。出た。出た、タイト坊や。似たような流れですけど。いや、あのね、あれなんですよ。先週、タイト坊やに久しぶりに私のチャンネルに、動画で出てもらったら、すごいなんか好評だったんですよ。いや、本当に。難しいですね。はい、タイト坊や可愛いでコメント埋まったんで、ごめんなさい、それは嘘です。それは嘘なんですけど、はい、可愛いでは埋まってないんですけど、はいはい、そのタイト坊やとなんか仲いいし、そのジャイボーラが珍しいんでね。そうですね。はいはいはい。ということで、今週のジャイボーラのお時間でございます。新しいコーナーということで。え、そうそう、新しいコーナー。あ、ジャイボーラを動画で紹介してる人ほとんどいないんで、まあ、ちょっとね、日本のジャイボーラ使いの皆様のためにもね、まあ、1週に1回、今週のジャイボーラということで、今週もやらせていただきたいなと思います。タイトボーヤのことを簡単に説明すると、もう私のクランのシュテルンリッターのリーダーで、まあ、付き合いも長くてね、で、ジャイボーラで展開に行ったと。はい、すごいデッキですからね。批判殺到でしたよ、絶対。批判殺到ですよね、これはもう。誰が使えるか、こんなの。誰も使えないと、噂のね、デッキを使って今日もお願いします。グランドチャレンジでも行ってもらいましょうか ね。あのデッキはちょっとエグいですからね。タイトボーヤのデッキお願いします。行きましょう。だってファルチェとベビドラとボーラーが入ってますから。そうですね、はい、範囲攻撃、後衛三重視、全部入ってるんでね。さあ、ということで日本の方でございます。日本の方ですね。やっぱちょっともうコツを教えてもらいたいですね。普通のジャイデッキより後衛が重いじゃないですか。そうですね。なんで、はい、ラスト1分に入ると結構有利なんで。ああ、なるほど。じゃあジャイでも、もうゴレみたいなもんなんですね。そうですね。はいはいはい。あ、じゃあもう待つんですか。はい、初手を2分待ちです。はいはいはい。基本的にもうこっちから仕掛けないと、はいはい、待てば待つほど有利な。そうです、ね、ゴレだったらさすがに負けるでしょ。ゴレでもロケットは結構きついんですよ。はいはい、ゴレロケだときつい。ポイズンとかだったりは全然ゴレ寄せる、はい、へえ。これは1分待ってから、相手がこれ、じゃゴレドとかだったら結構見ものですね。そうです。あ、でもアイゴレなんで違った。相手、ちょっと待ってのアイゴレなんで、まあ、どうですか、スケラとかですか。あ、いや、30しか。さあ、ギャングも出てきて30っぽいですね。さあ、ここはボーラーでゴロゴロして、あ、30っぽいですね。30っぽいですね。さあ、ここはローリングッドで、ゴロッと。どうですか、三重視相手は。めちゃくちゃ相性いい。あ、言ってた。そういえば先週思い出しました、はい、私は。三重視ね、相性いいってすごくないですか。今の環境あんまないですよね。あ、これは相手もうまくて、いやー、ここトルネ来た。これでトルネですよ。さあさあさあ、右の工場もいい感じに処理できるし、そして左はもうそのまま落ちそう。はあ、これ三重視使いからするともう発狂者ですね。発狂者ですね。確かに三重使いから嫌われません。嫌われますね。結構、はい、あのジャイの後ろにベビドラ重ねて、はいはいはい、でそしたら相手ベビドラに、あのベビドラタワーにたげらせてガゴムレ出してくるんですね。はい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 。そしたらその後ろからファルチェを。そうですよね。だからこう範囲攻撃を相手が処理しようとしたら、その後ろからまた範囲。そうですね。いやらしい、いやらしさの極みですね。さあ、ここは、はい、ジャイ出て、相手はもう後ろから三重手を打たざるを得ないと。さあ、ここはもうライトニングでしっかり2人の方を処理して、さあ右、あ、相手もうまいですね。しっかりとこのファルチェターゲットをね、ディガーで取ってきて処理してくるんですが、さあここでトルネードをまだ持ってます。さあトルネード使って、まあ、しっかりベビドラで処理と。これ三重手、あ、でもこれ結構やばくないですか。あ、出ました。マジか。あ、ノックバックするんだ。僕ボーラー全然使わないんでノックバックするの知らなかったっす。はいはいはい。ノックバックがでかいんです。でかいっすね。もう絶対工場バーバリア入らないじゃないですか、はい、さらにここは左に対して、まあ、ライトニングもあるし、はいはいはい、相手ファルチェとかいいんで。なるほどなるほどなるほど。もうあと10秒なんです。もう逃げ切って勝ちと。これ強いっすね、やっぱ三重視に対しても特別に強い。特別に強いですね。今はやっぱ環境的にはもう三重視ずーっとこの長い間強いんで。そうですね、三重視どの環境でも強いですよね。そう、どのずーっと強いじゃないですか。それに対してやっぱり強いっていうのは強みですよね、このデッキの。はあ、じゃあもう一回いきましょう。で、実は展開での昇格戦も相手が三重視だった、はい、あ、じゃあもう相性よしよしで。三重視だってグローバル上位でも絶対いるし、グラチャレでも絶対当たりますもんね。そうなんですよ、はいはい。さあ、相手ジャイ、
これもジャイ対決ですよ。ジャイ対決だとどうですか、普通のジャイに対しては。サンスペジャイとかは回転で負けることが、はい、なるほどなるほどなるほど。でミニペッカーは結構辛いので、相手のですよね、はい、はい、今だってミニペッカー入りのサンスペジャイ、あの3つ呪文が入ってるやつ多いですよ。多いです。おっと30死、はいはい、ここはライトニングで処理して、いやでも相手もいやらしい攻撃、これはトルネですか。トルネですね。ただちょっと回ってなかった。はい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 、ちょっと実家エリクサ的にはきつい処理でございました。ただもうラスト1分までに殺されてなければ、はいはい、あ、そっか、なるほどなるほど。ジャイ三重士でも相性いいですか。ジャイ三重士は結構初手次第ですね。なるほどなるほど。今のは、まあ、ちょっとダメージ受けちゃったんで。そうですね。ただ今みたいな時にライトニングがないと結構、はい、なるほどね、はい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 、ボコボコに光栄やられてしまってっていうところで、はい、さあこっちもジャイアント、確かに確かに。工場バーバリアンだとボーラーで簡単に処理できるけど、ジャイだとやっぱりこう、はいはい、ファルチェもそうですよね。ファル、あ、工場もある、これは美味しく、はいはいはい、はい、相手の7コストを、まあ、処理して、さらにそのまま攻撃につなげていけると。相手がゴムレなんで、はいはい、もうベビードラでこれは強いこれは強い、やらせみたいなやらせみたいに強いですよ、ファイトボーヤ2連続30死で、はいはいはい。ここはまた取る、あ、1回ガゴで受けてトルネードでコウモリ処理、まあ、相手もザップ使ったんですけど、これはコウモリ残る想定でザップ使ってきたんで、まあいい感じと、はいはいはい、おいしいおいしいおいしい。これ残り1分、あの相手30死ですけど、もうこっちの方が相性いいし、ゴリゴリいけると。そうですね、はいはい。さあ1分切ったんで、後ろからじゃないですか。後ろからじゃないですね。ここはもうライトニングは打たないんですね。打たないです、はいはい、30進取っとく、はい、はい、でも被害心だけ気をつけてっていう感じ。そうですね、工場バーバリアンで受けられるときついんで、さあファルチェ出して、まあ時と場合によってはもうトルネードも30進使っていくスタイルですか。そうですね、ただ今回は違う。ここはもうダンダンと打って、おっと私は見逃しませんでしたよ今ちょっと見逃してください今の。今私は見逃しませんでしたよ今ライトニング確かに使ったアクションがあったんですけど何も起きませんでしたよ。ん、飛来心を気をつけろとさっき言ってましたよね。言ってましたね飛来心を気をつけろとおっしゃってたんですが、おっと、まあ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 、ちょっと雲行きが、これは雲行きだいぶ怪しいですよ、はいはいはい、まあ、でもまだチャンスあると。そうです、はいはい、まあ、たまにねやっぱり皆さんもプレイしてる中でライトニングを芝に打つ経験はね誰しもは1回はあるとあれですよね、飛来心を警戒しすぎたんですよね。警戒しすぎて、はい、警戒しすぎてちょっと攻めすぎたといったところで、さあここはジャイアント来まして、このガゴムレがね一切刺さらないんですよね。もうガンガンに刺さらずに、さあ、あ、ただあここもスルーして、ただここはやばくない、やばくない、おー、ギリで受けて、やばくないやばくない、あ、トルネードで受けていや、だいぶやばいように見えますけど、うん、気のせいです、気のせいですね。さあ、あ、ここは三重子で受けてくる、この三重子は、あ、ライトニングではない、ライトニングではない、しっかりボーラーで受けて、これ左は無視ですか。左無視ですね。左無視って残ってるんで、なるほどなるほど、まあ1体だけだったら余裕だろうと、はい、ここの捨て際をしっかり計算し尽くして、さあジャイアントが入ったら終わる、あっいや、相手、あ、そっかそっかそっか、確かにまだいける、まだいける、まだ参ると。さあ相手工場バーバリアンで受けてガゴムレ一瞬で来るけど、そこはもうファルチェ見逃さないよと。いや、これ勝ちましたね、なんと勝ちました。いやー、これは強かった。ローリングというフィニッシュですよね。はあ、シバライトニングをかまし、あれはちょっとなかったことにしましょう。ナメップではないですよね。ナメップではないですね。ちょっと手がずっとあのね、離した瞬間に1マスずれるやつ、はい、よくありますから。ということで、もう一戦いってきますか。もう一戦いきますか。ちょっと今の芝ライトニングを上書きしましょう少しね。ちょっと戦いを面白くしよう。確かに確かに、ありがとうございます。動画ね、動画向けにさあということで、まあ、1戦目は、三重士、2戦目ジャイ三重士で、あ、3戦目これラバですか。ラバ警戒します。ラバだったらどうですか。ラバも相性いいですね。あ、相性いいですね。相性いいですね。ただ、まあ、相性、ラバのメガゴの枠インド側にしてくる人は結構、はい、あ、ここのねメガゴ最近インドラ型も多いですから、それが結構苦手なんです。なるほどなるほど。言ってましたよこの前、誰だったっけ、アマテラス君が、はいはいはい、あの絶対メガゴのとこインドラにした方がいいって力説してましたこの前。あ、でもアイスウィズが入ってるんでワンチャンスケラ、はいはい、スケラ
ケラーだとどうですか。スケラーだとフリーズだと結構相性があるんです。あ、なるほどなるほど。おー、メガナイト、すごい珍しいですね。すごい。まあメガナイト今ねロイヤルホグが流行ってる影響で若干増えてきてますから。さあ相手ポイズンかけてここは処理。ただまあ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 別に悪い交換ではないですね。ジャイで、形作って、まあこれですよね。守ってからの後衛にと残ってのジャイ、これに尽きると。まあ、ただメガナイトスケラーとか来たら結構めんどくさい、ね、確かに確かに受けれないですよね。さあここはローリングとナメプしていくまあ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 パルチェがね思ったより活躍して。そうそう、墓石で座れてるんで、はい、この位置だとジャイキング起動できちゃうんですよね。なるほどなるほどなるほど。普通に歩いてる分だと座れないけど、はい、墓石で一旦左に歩いちゃうとっていうところですね。はい。さあここ相手何もしてこないスタイル、これが結構きつくないですか。きついですね。これきついですよね。なかなか的にもきつい。はいはいはい。その相手が何もしてきてないっていうか、エリクサーが相手がまだ溜まってない状態でこっちから動くときに、はい、ちょっと攻撃が重いんで、そうですね、やりづらいです、ね、うまく処理されちゃいますよね。さあここはまあメガナイトは処理。さあ後ろからまたファルチを組み立てていく。相手の形を作られないようにここはもうゴリ押さないって感じですかね。そうですね、慎重に立ち回ってる。後ろから後ろから立ち回っていって、さあここでジャイアントしっかり。いや僕とかだったらやっぱりこう使い慣れてないんで、この前ちょっと練習したんですけど、はい、後衛から出したユニットにジャイ重ねちゃうんですよ、何も考えずに、はいはい、今みたいな感じで慎重にやっぱ後衛を重ねていって。さあでもここちょっときつい、きつそう。はいはい、相手ポイズン打ってきまして、あでもこのポイズンは割とむしろ美味しい。はい、ただ相手ディガーフがない使ってきてないので、はあはあはあ、結構スケラの匂いがします、ね、そうですね、スケラでしょうね。さあ相手どこでスケラを使ってくるのかですが、まあじわじわとダメリードは取れてる。さあジャイファルチェ、相手も結構これ苦戦してるんじゃないですか、ジャイファルチェに。そうですね、なかなか相手も見たことない形確かに確かに確かに、なんじゃこりゃっつって。さあメガナイト特攻してきますが、さあライトニング少しでもダメージ食わせて、これもうジャイじゃなくてコツコツ、なんか後衛のコツコツプラスでプレッシャーかけてダメージ与えてるですよね。ジャイデッキってなんかあれですよね、やっぱこうジャイプラスのメガゴみたいなやつでガンガン行くのが普通なんですけど、はい、このデッキはやっぱりちょっと特殊ですからね。そうです、はい、すごい慎重に立ち回る。おっとこれはジャイ散歩、ジャイ散歩ですね。ジャイ散歩作って、さあ相手はここでこれちょっとガーゴイルを出しちゃったんで、さあベビドラで処理。なるほどなるほどなるほど。これあれですもんね、タイトボーヤのジャイデッキはポイズンじゃなくてライトニングなんで、そうです、まあ、スケラに対してこのベビドラ出したところにフリーズかけられるとかなりきついと、はい、さあここはジャイが残ってのジャイファルチェフィニッシュかな。いや素晴らしい。いやまあ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 ライトニング圏内。さあ相手もこれはもうかなり焦っておりますが、まあ、スケラに対してはガーゴイルもベビドラもいるんで、そうですね、まあ問題なしと。さあここラストチャンス、これでマスケラ対策のガゴ出してライトニングでフィニッシュですかね。あれ、はい、なるほどなるほど、ちゃんと手札箱もして、フィニッシュという感じでございま す、ね、お見事です。3連勝いやでもすごい、やっぱすごいですね、めちゃめちゃ難しいデッキなのに使いこなしてますね。もうずっとここ使ってるんでやっぱもう確かに自分の手足のように手足のようにこれタイト教増やしましょうタイトキッズ増やしましょう、これタイト、まあ、大抵人に勧めてちょっと使ったら、はい、誰が二度と使わないすごい、誰もね、誰も使ってくれないと。ぜひ皆様ね、ジャイボーラー、使いを募集しております、はい、好評であれば、先週好評だったんで今回も好評であれば来週もまた続けたいと思いますまあ、ジャイボーラー使いたいという方は、ね、ぜひね一緒に使いましょうやっぱいいですか。いやいいですね、本当に慣れたデッキっていうのは、はい、すごい使いやすいですよ。確かにもう見てるとねだいぶ使いやすそうなんですけど、使ってみるとすごい難しいという、ぜひね興味ある方は使ってみてください、ということで、じゃあ本日あ態度があれですね、ツイッター凍結されました、ね、そうなんですよね、ツイッター載せようと思ったら凍結されちゃったんでまあまあまあ、またね、コラボしたいと思いますので、ぜひともまた次も見てください。ということで、じゃあ今日の動画はこんな感じで、また次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。